レゼンテッドバイアズプロデュース、アズプロラジオ。始まりました、始まりました。どうもウィス、アズプロラジオ岸掛けボリューム4ということでね、はい、シンガーソングライター、センターアイズブラックというバンドのギター、そうですね、ギター担当していたり、 YouTuber やその他もろもろマルチでいろいろ活動させていただいております、岸掛けいです。よろしくお願いします。すいません、初めに一言ちょっと謝罪しなきゃいけないことがあるので失礼します。オフィシャルサイト各種 SNS ではお伝えさせていただいたんですけれども、私2月の頭からちょっと風邪をこじらせてしまいまして、ちょっと長引いていて花粉の影響で咳喘息気味になってしまっていて、ライブ配信アプリのポコチャさんでの配信などもお休みにさせていただいてしまったり、いろいろ改めてお楽しみにしていただいた方には申し訳ありません。このラジオ、今回私は、いつもみたいにイエーイっていうテンションで、なんだろうな、思いっきりぶっ飛ばしきれるかわかんないんですけども、ハートのテンションは熱々でホットで今日お届けしていきたいと思うので、今回もよろしくお願いします。そんな感じでボリューム4ボリューム5とお楽しみいただければと思います。あとね、ケイママにも風邪をね移しちゃってね、なんかね、ちょっとカミングアウトバー表向きは休業中みたいなんですけど、今回はなんか人間のお客さんが来ないらしいよ。どういうこと？まあ聞いてからのお楽しみって感じで、こっそり営業してるらしいです。お楽しみにって感じで、はい、アズプロラジオ、この番組はアズプロデュースほか各社のサポートにより配信してまいります。Presented by As Produce。 岸川圭のこれめっちゃいいね、最高だね。突然なんですけど、皆さんガスト行きますか？そうそう、あのファミレスのガストなんですけど、私ね、最近やばいぐらいドハマりしちゃったパフェというかサンデー寄りのガストのデザートがあるんですよ。まあ教えたくないな、でもな、話して決めちゃったからな、しょうがないな、教えてあげる。その名も喫茶店のプリン、ソフトクリーム&ブランデー、あ、違うブランデーじゃない、お酒入ってない、ブラウニーでした、失礼しました、っていう名前のパフェっぽいやつがねあるのよ。もうほんと何これ、全部私の大好きなものしか入ってないの。メインがチョコ、バニラソフトクリーム、プリンがメインにドーンってモリモリにしてあって、まあ内訳ちょっと詳しく言うと、チョコブラウニー、ソフトクリーム、プリン、コーンフレーク、チョコソース、マスカルポーネクリームなんですけど、このマスカルポーネクリームの濃厚さがまた最高だった。マスカルポーネクリームの海に溺れちゃいたいぐらい、もうそんな感じで好き。そしてそのさ、パフェの何よりいいところって私が思うのは、食べていくうちにどんどん味が混ざっていくじゃない？下の方に溶けたバニラソフト、チョコソース、マスカルポーネクリームが溜まったグラスの底の方をつついて、フレークとチョコソース絡めて一気にザクって掘るようにすくって口に入れた瞬間、もう美味しい、うん、
何これもうね、あそう多分サンデーグラスぐらいのちっちゃいサイズのパフェだからもう食べやすいから3個ぐらい黙々と食べてたら、あれ3個ぐらい注文してたかなって調べたら5杯ぐらい注文してた食べちゃってて、おうおうやばいなってね焦りましたね。この喫茶店のプリン、ソフトクリーム&ブラウニー好きすぎちゃってね、弾き語りで曲作っちゃったもんもうねタイトルがねもうこのまんまなんだけど、ガストのプリン、ソフトクリーム&ブラウニーが大好きっていう歌まんまなんだけどね、まあ、そのうちライブとかでお披露目するかもしれませんなんかね単純に食べ物の歌作ったの初めてなんだよな。なんかまあでも歌詞の中に私は自分に甘すぎだよとかそんなのもチョコソースみたいに絡めつつねなんてうまいこと言ってみて、まあ、新曲を作るきっかけにもなってくれた喫茶店のプリン、ソフトクリーム&ブラウニーっていうパフェっぽいメニューなんですけど、マンボウもちょっと終わったのでぜひお近くのガストさんで皆さんで食べていきたいな、いただきたいなって思います。もう本当におすすめ、美味しい。いやーもうね思い出したら本当お腹空いてきちゃった夕飯パフェでもいいやって感じそんな感じかな。イエーイ。Presented by As Produce。 ケイママの世にもしょうもないカミングアウトバー。とある商店街の路地裏、なんだかとっても濃いオーラを放つちょっと怪しい隠れ家的バーがそこにある。おや残念だ、今日はどうやら休業中らしい。クローズの看板をよーく見ると小さい文字で何何宇宙人さん、幽霊さん、人間じゃないお客様は大歓迎です、どうぞお入りくださいとある。実は人間ではないあなたは扉に思わず手をかける。ゆっくりと扉を押すとギギギと音を立てて扉が開いた。いらっしゃいませ。このお店の扉を開けることができたということはあなたは人間のお客様じゃないのね。はじめまして、このバーのママのケイよ、よろしくね。お客様は、あ、うんうん、あら宇宙人の方なのね。あなたが宇宙人さんで初めてのお客様だわ。人間に変身するのがとってもお上手なのね、びっくりだわ。ん？え？どうして表向きには休業中かって。そう、お友達にね風邪をうつされちゃったのよ。だからちょっとあんまり本調子じゃなくて、もう迷惑ったらあれしないわよ。今このご時世飲食店とっても厳しいんだから嫌になっちゃうわ。その点宇宙人の方や地球のウイルスがなんか効かないぐらい強いっていう風に知人から聞いたのよ。あと実体のない幽霊とかなんかねそういう風に聞いたので、こっそり裏で営業してる感じ。あ、そう、お客様、本日のおすすめはケイママが朝から絞ったオレンジを使ったスクリュードライバーよ。オレンジがとっても新鮮で、ほら香りが素敵でしょ、いかがかしら。あらどうぞ。うん、さてしょうもないカミングアウトの お悩みや、まあお悩みとか私ママの私が話させていただいたりとか、そういうコンセプトなんだけれど、なんかしょうもないお悩みお客様はあるのかしら。
うんうん。え、あるの？宇宙でも共通の？なになに？え？ムダ毛？いやー、うん、ムダ毛、はい。宇宙人の方ってツルツルの方結構多いイメージだったけど、お客様も、うん、グレー系の宇宙人、あ、変装男と、あら、そう、おすすめの毛抜きを教えてほしい。あら、なんで毛抜きなの？うん、ケイママが毛抜き大好きだって噂を聞いた。あー、なんかそうね、オープンしてからちょっとの時に私が毛抜き動画を好きっていうことをカミングアウトしたことがあったわね。その噂がなんか宇宙にまで広まってる？あら、マジで？嬉しいようで。まあもしかしたら、あら、大繁盛ね。噂がそんなところまで。ね、あるわ。おすすめの毛抜き。ね、高級毛抜きよ。聞いて。倉田真帆作のだるま。ひらがなでだるま。って検索してみてちょうだい。倉田製作所さんの、お、太くて大きい毛抜きなんだけど、ね、どこの体の毛を抜いても全然痛くないって評判のやつ。友達から一回借りたことがあるんだけど、もうすごかった。もうね、痛くなかった。もう本当に脇も、ケイママの脇ツルッツルよ。それで、そうなんだからね、ちょっとお試しあれよ。あら、もう閉店の時間だわ。バイ。アズプロレディオプレゼンテッドバイアズプロデュース。ムダ毛って宇宙共通なんだ。へえ。はい、アズプロラジオボリューム4、岸川圭お届けしてまいりました。ありがとうございます。私がいくつか、いくつか私からお知らせさせてください。オリジナル曲の原点小域 Apple Music & LINE Music で配信中なんですけれど、こちらカラオケのジョイサウンドさんの機械でなんと私の原点小域が歌えちゃいます。ぜひカラオケ屋さんの、ジョイサウンドの機械で原点小域歌ってみてもらえるとめっちゃ嬉しいです。そしてもう一つ、歴史アニメの新日本ヒストリーのエンディングテーマをなんと歌わせていただいてるんですけど、そのね、エンディング曲の Yes! 温故知新、こちらも Apple Music & LINE Music で配信中です。ぜひぜひこちらも聴いてみてください。そして前回ちょろっと話したのかな、センターアイズブラックっていう私の所属バンドなんですけど、YouTube チャンネルみんなで面白おかしくふざけてやってるんですけど、ついにね、前回話していた、男の子メンバーの2人に女装ドッキリをするっていう企画をしてたんですけど、ついにね、動画がアップされました。イエーイ。ムシちゃんと直哉ち、歌虫くんと碇直哉くんなんですけど、とっても私がメイク担当で可愛くメイクしてあげたんで、もうね、ぜひぜひ見てあげてほしいね。ドゥフ。もうね、いや、お母さんにね、その可愛くなってからの自撮りを歌虫くんが送ったのよ。まあお母さんからも好評でした。ということで、はい、アズプロラジオ、この番組はアズプロデュースほか各社のサポートにより配信いたしました。バイスー。アズプロレディオプレゼンテッドバイアズプロデュース。